さぎ放送局鉄道動画アウトレット。6月快速電車奈良駅を到着です。到着いたしましても扉を広く開けられまして、おいでのお客様を先にお通しください。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんばんは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は宮古路快速じゃないよ、京都駅9番乗り場に到着する奈良線快速奈良行き。奈良線には宮古路快速と普通の快速があるよ。というわけで今回は京都駅に到着する221系の快速奈良行きの動画をお届けしました。はい、今回は奈良線なんですけれども、奈良線にはね、今ね、タイトルにもしました通り宮古路快速と快速、まあ、あと区間快速も走ってますけれども、その3種類の快速が走っております。で、今回の快速なんですけれども、宮古路快速が一番速くて、その次に快速が速くて、まあ、一番遅いのが区間快速っていう感じなんですけれど、宮古路快速と快速の違いは宇治駅と常陽駅の間ですね、間2駅あるんですけれども、この間の2駅を止まるか止まらないかです。宮古路快速は止まらないんですけれども、快速は止まるという感じで、2駅多いっていうね、停車駅が多いっていう、それだけの違いの列車となります。はい、主に宮古路快速は基本的には昼間走ってるのかな。で、快速の方は、まあ、ラッシュ時に走ってるっていう感じなんでしょうかね。はい、で、今回は221系でしたけれども、まあ、221系、宮古路快速にも快速にもね使われてますけれども、区間快速にも使われてるのかな。はい、なので車両的にもあんまり変わらないし、まあ、そんなにね違いはないんですけれど、はい、まあそういうわけで今回は奈良線のね快速の方のね動画です。まあ、この夕方に撮影したんで必然的にね快速になってるっていう感じですね。はい、で、今回ね奈良線の列車を撮影したんですけれども、奈良線といえばね221系多いですけれど、あとまあなんといっても103系そして、205系ね走ってますね。で、今回京都駅の奈良線のホームで何本かね列車撮影してますけれども、221系も205系も103系もね撮影できたんですけれども、印象としてはね221系仕様の列車が一番多い感じがしますね。うん、まあ221系が一番乗り心地もいいしいいのかなっていうね感じはしますけれどもね。はい、まあただ鉄道ファン的には103系がねいいのかな。はい、というわけで今回は、奈良線の221系の快速奈良行きの動画をお届けしました。今回の動画もしよかったなと思っていただけましたら高評価、あんまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので評価よろしくお願いいたします。またね、コメント欄の方にもね、いろいろ書いていただけると嬉しいです。まあ、奈良線にはね、221系とか、あと103系も走ってますし、で、新しくね、205系も走ってますけれども、皆さん奈良線に乗るならね、どの車両がいいですかね ?221 系がいいですかね、それとも、やっぱり103系なんですかね、はたまた、まあ、新しいね、205系なんでしょうか。はい、よかったらね、コメント欄の方にその辺もね、書いていただけると嬉しいです。
今回もねちょっと短かったですけれども、動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。